まあでも僕も YouTube 更新してた方が早いんですよね。うん。なんかよくわかんない、なんか杉村太蔵とかになんかちゃちゃ入れられるのもムカつくし。いやいや、これはまあ本気でムカつくんですけど、うん、まあくだらねえちゃちゃ入れてんじゃねえよとかって思っちゃうんですよね。でもそういうその邪魔も入らないし、一人語りだったら、うん、でも取っ手出しというか、うん、まあこういうニュースがありました、もう5分後には動画アップできるみたいな感じで、うんうんうん、それでやってるとそっちの方が楽なんで、僕はそうやって時事ネタ解説、例えばカルロス・ゴーンが逃亡しましたとかって言ったら僕に全部来るじゃないですか。うん。まあ、あの動画でも300万再生ぐらいされたんですけど、うん、で、シリーズでもうね、トータル数百万再生いくんで、うん、めちゃくちゃ、まあ、普通に稼げるし、うん、あの、ビューも取れるみたいな、会員も増える、フォロワーも増えるみたいな感じなんですけど、うん、やっぱ、スライム風呂とかやってる人たちってきついじゃないですか。うん。うん、スライムのね、風呂のネタなんかも、ギャグ漫画みたいなもんなんで、いつかは絶対ネタが切れるわけですよ。だからみんな今のうちに人気があるうちに政治家なろうかっていう人は僕絶対出てくるんですよ、うんうんうん、YouTuber は大体最後病んでいくって言いますもんね。ネタが切れてきて。そうなんですよ。だから逆漫画家もそうなんですよ。昔相原浩二さんっていう人いたの知ってます？わかんないです。相原浩二さん知らないですか？結構、はい、世代だと思うんだけど、何を書いてた人ですか？広辞苑とか。広辞苑って自分の広辞。広辞ってカタカナなんですけど。うん。ああ、それは字面では見たことあるかも。うん。あと、サルマンとかね。うん、でも、最後は、うつ病になって漫画が描けなくなりましたって漫画を書いてます。ああ。マジでやばいんですよ。うん。そうですよね。